今入っておりますけれども、飼っております。ちなみにやったね、国試受かりました。おめでとう。ごめん、こんな前髪とこんな髪、何のあれに受かったんだろう。国家試験っていっぱいあるじゃん。何に受かったんだ。スプレーズレバーさん、桜餅ありがとう。あ、待って、今日波動なの自分出ないからって、やばすぎ。飼ってますか。でもミオンさんいるから飼ってそう。救命士すご。じゃあ命救えるってことですか、私の。え、補定速度負けるやん。え、飼ってる、ポッケムリすごい、頑張れ。え、これ最終ラウンド。何点取ればいいの。うわ、優勝した。優勝した、すごい。え、ってことは、え、待って、でも今ユキタンシールドだったよね。ユキタンもユキタンシールドできるってこと、めっちゃ。え、アヤミンがシールドだった、どっちがシールドでした。今 ちゃんと見れなかった。今日のポッケムリはアヤミンとユキタンとミヨンさん。あ、でもあやみんシールドくださいみたいに言ってたな。じゃあやみんがシールドだったのか。ちょっと見るもの多すぎて無理。あやみんシールドで頑張りますって言ってるから、だからシールドを頑張れば、やっぱちょっとシールドだな。すごい嬉しい、ポッケムリ優勝。じゃあデイ10も頑張ります。ここからずっと出ないけど。10まで全然出ないんですけど。え、ずっとコミさんおるやん。デイ6デイ7デイ8すごい。もう1週間ごとにコミさんみたいな。すごすぎる。いや、補定速度誰おんのかなと思った。え、ゆいゆいとなるちゃんもダブルじゃん。10日18日。すごい、なんかおもろい、なんかおもろい、人生おもろい、本気、本気モード。補定速度やめて。4月10日波動渡ったけどハルピョンいなかった。いないよ、ハルピョンいないよ。分かって申し込んでるでしょ。いないって。お、取った。お、近藤くんが取ってます。
すごい誰かのお尻のアップG さんのお尻のアップでした。そうで、今日って私劇場とか何も出てないですよね。なんか今日ウィバースにてかここごめんなさいね、ここでいや激重女発動するんですけど、ここで問い詰めるんですけど、今日ウィバースに何順最善ですみたいなコメントが来たんですけど、どういった意図ですか？間違えました？間違えました？送るところ音？誤爆か？間違えてるよ。やっちゃってるよ。これぐらいにしときます。いやもう本当に今日ウィバースでずっと感想、なんかドラマをね、今日一日オフっていうのが久しぶりで、すごい嬉しそう。そう一日ドラマを見てたんですね私。あ、問い詰めようって来てる。え、私今からこのその人のこと問い詰めたら次あなた標的になりますけど大丈夫ですか？私今からその方のことを問い詰めると、4月10日に波動行くあなたのことも問い詰めなくてはいけなくなるんですけれども、大丈夫そうですか？そうで、そのドラマを見てたんですけど、いやもう登場人物全員いい人すぎてマジで、なんかこういう人になりたいと思って、もうこのドラマに出れるぐらいの人になりたいと思って、だから私はちょっと心をそろそろ入れ替えなければ、ちょっと遅いんですけどね、11年目がもうそろそろ始まるっていうこのタイミングっていうのはちょっとねだいぶ遅い、もう1年目から心入れ替えてから入ってこいよって感じなんですけど、はい本当にそう、いや本当になんか綺麗な、久しぶりに綺麗な涙を流した気がします。はい、開幕戦来てる。え？待って、なんで連れてってくれないの？え？今そこで見てるってこと？テレビに映ってる？もしかして昨日レッスンしながら思った、めっちゃ髪切りたいって。昨日はなんかもともと12時間だったんですけど、でも私もいつか本当は30日に初日を迎えるメンバーだけの振り合わせ時間みたいな感じだったんですけど、私自身も、いつかは何でしたっけ、初日を迎えるわけで、その時にこう何て言うんだろう、その初日出る2日前とかに振り合わせして、こここう変わったの、でもこれ練習でこうやってずっとやってきたから覚え、そんな今から覚えられないよ、変えれないよってなるのがちょっと嫌だなって思ったので、私自身も昨日の夜中8の10周年のやつが終わってから参戦っていうかリハに3月30日に出るメンバーさんのその確認リハに参加させてもらって、そうでも私が出るポジションのメンバーがめちゃめちゃこうでって教えて
くれたりとか、他のその初日に出てたメンバーとかが、あ、誰のポジションやってるみたいな、あ、この子はこうやってこうやって動くんだよとか、ね、めっちゃ教えてくれて、そう、本当に感謝したいみんなに。で3月30日に私のポジションで、私のポジションでっていうか、あの私がアンダーを務めさせていただいているポジションの3月30日に出るメンバーも、そのめっちゃもうなんて言うんだろう、もう自分もさ出るのにもかかわらずで、その夜中にこうリハしに来てたのにもかかわらず、この曲やっていいよみたいな感じで、そう本当にやるみたいな、でこういろいろ交代しながらやったりとかして、いやすごい今ねめっちゃ気使って話してる今ショールームで。なんでかっていうと、私のまず私のアンダーがバレたくない。で続きまして、初日に例えば出るメンバーが先輩なのか後輩なのかもバレないようにしてる今やるとか、いや、 やってくださってとかすごい、そうもういろいろ先輩も後輩も混ぜてる。そしてその30日に出るメンバーが私がその初日のメンバーなのかアンダーのメンバーなのかもバレないように、すごいもう頑張って頑張ってます今。そう、とにかくバレないように今めっちゃ必死必死です、必死に。でも必死だけどめっちゃみんもう良くてみたいな解説を今ここでしてる私。髪切ったら押します。だってでもこの髪はゆいさん、あの卒業された横山ゆいさん、京都出身のね方の横山ゆいさんに伸びたねって言って触ってもらえた髪の毛なんで、ちょっと切れないちょっと切れない。めっちゃ綺麗になったアイロンしたら。いやでも本当にまだまだ本当にマジで切る気ないです、ごめんなさい。アイドル卒業するまで切る気ないです。まあ毛先調整とかはありますよ、そりゃそう。だからそのどんどん毛先を調整しているうちに、もしかしたらどんどん毛先を調整してるうちに、そのゆいさんが触ってくださった部分はなくなっちゃうかもしれないんですけど、そうでもやっぱり私自身がしたいことがあって結構言ってるんですけど、あ、切ったらやめるわけじゃないです、違います、やめてから切ります、はいそう卒業した後に切るので、まだ全然。なので皆さんの前に短い姿で出るのはアイドル生活ではないと思います。いやもしお仕事で切らなきゃいけないとかやってみっちゃで急になんかじゃあ髪切りましょうとかってなったら切るんですけど、そうなったら切る、お仕事で切らなきゃいけないってなったらそれは切るので、ちょっとあのなんかね変に勘ぐらないでほしいんですけどでもそう自分からわざわざ切ることはないかなっていう感じ今んとこ。いやでも例えば秋元先生に切ったら選抜入れますって言われたら切りますはい、それはそう。そんなそんな秋元先生と喋ったことないけど一回も話をね、こう何年も前に聞いたことはあるけど、チームエイトとしてでもあれはないです。え、明日1800日なの？でもごめん夜できない、明日夜リハ。そうちょうどこのぐらいの時間まだリハなんですよね、終わってすぐ
そうなんだ。明日1800日なんだ。ごめん。マジで。マジでごめん。なんかお祝いできないわ。ちゃんと。せっかくの1800日なのに。明日山部さんの誕生日飲み会あるのでピョンちゃんお待ちしてますだからね。この時間リハ。え、山部さん3月30日生まれなの。おめでとうございます。明日誕生日なんだ。うわ、さっきワオライブで言えばよかった。コメント、山部さんおめでとうございます。ハルピョンですしないですけど。はい、ワオライブのアカウントがバレるので。やっぱショートはいい仕事しますわ。誰ですか、オリックスのショートは。山部さんにじゃあ明日おめでとうございますとお伝えください。そして橋本出たいですと。どうやったら橋本出れるんですかと。本当に出たいですとお伝えください。ちょっと下克上の場所を作ってもらわないとね。そう、下克上したくてもね、こう場所がないとね、下克上してる予感がないんで。そう、下克上してる予感がないんで、場所がないとちょっと下克上できないっす。オリックスのショート分からないです。聞かれても分からないです。すいません、オリックスのショートの選手はちょっと分からないです。ごめんなさい。明日一生14分配信しようかな。ずっと14分しか配信しないの。14分経ったら切る、14分経ったらまた切って。そう。毎日アイドルが1800日じゃなくなっちゃうから、1800日みんなとお祝いできないから。そう、だから14分だけで一生切る。みんなと喋りたいけど、毎日アイドル1800日夜できない、この時間できないから。どう19期の子の配信、あね、花田めいちゃんさっき配信して一瞬だけ見に行った。マジで一瞬、マジで一瞬だけ、うん、喋ってるなーって。そう、めっちゃ衣装っぽい服でしたね。うわ、ナイスキャッチ。すごい、バットバキバキ、バキバキではないか、バットバキ。お、一押しガチャ揃いました、橋本春奈。19期の推しは、いやもう推しはみずみんだけで生きていきたいと思います。っていうか本当に私はこう、なんだろう、顔で選ぶわけじゃなくて推しを、正直。そう、なんかそういうことを言うと、その推しって言ってるメンバーがじゃあ顔がとかそういうわけじゃなくって、私は本当に努力している人がすごく大好きな女なんですよ。頑張ってる人がすごく好きで、もちろんあのめっちゃみんな可愛いから、みんな可愛いんですけど、そう、でもその17期の推しみずみんを見つけたのだって劇場で正直見つけたし、そう、劇場のゲネで本当に見つけたし、
ただ連のね、ただいま恋愛中の8人公演のあれで見つけたの、やばない。全然まだみずみんが劇場をっていう感じにしてない時に見つけたりとか、うん、とかヤギちゃんも、ヤギちゃんのことをなんで好きになったかっていうと、僕隊を自らまだ18期で全然あれだった時に、そうまだ全然なんて言うんだろう、こうなんか公演とかもなかなか少なかったりとかしている中で、で他の17期とかもあんまりこう公演を覚えたり、その僕隊を覚えたりとかしてなかった中でこう覚えるっていうのをしたのがすごく好きだなと思って、そうそうそう、だから好きだなって思いました。公園で汗かいてる子好きになりがち、公園で汗かいてる子を好きになるのはすごい私もわかるんですよ。やっぱまさちゃんとかおりんちゃんとか見てると、くるちゃんとかもね見てると、あすっごいめっちゃ頑張ってる好きってなるんですけど、あの代謝が悪い女もいまして、そう顔だけ汗をかかないっていうとてもとてもアイドル気質な女もいまして、実はここに、そうなんですよね。なのであのそういうメンバーもいるんだよっていうことだけはちょっと頭に入れといていただけるとちょっと助かるかなっていう感じです。あの公園で汗かくこともとっても大事だとは思うんですよ。そう、それだけやっぱ頑張ってるなっていうのが一番目に見えてわかるからこそ、こう公園で汗かくっていうことももちろん大事だとは思うんですけれども、あの公園、まあ、公園以外でも本当に本当に汗をかかない女もいまして、そうなんですよね。なのであの代謝が悪い人もいるよっていうのだけはちょっと分かっていただけると、そういや分かる、やっぱその指標もねもちろん分かります。うん、大事な大事な指標だとは思うんですけど、多分それは私だけじゃないし、他にも汗かかない人もいると思うので、汗かかない人もいるんだよっていうことだけちょっと頭で理解しといていただけるとね、ありがたいですね、はい、だからといってなんか私が今ここで名前を挙げていないメンバーはじゃあ頑張ってないみたいな、そういうことでもないですよ。別にそれぞれがそれぞれで頑張っていると思いますし、私はなんか全部を逆に取られるのもちょっと嫌なんですが、違うよっていう、そういうことじゃなくてねぴょんがお弁当屋で働いている夢を見て、え、それ大丈夫そう？怪我してない？大丈夫そう？19期にショールーム配信補修してあげてほしい。いや絶対しない方がいい。私のショールーム配信補修なんて絶対しない方がいいんだから、私の配信なんて一番真似しちゃいけないんだから。分かってるって、一番真似しちゃいけないんだから、絶対に見ちゃダメ、うちの配信なんて。絶対に見ちゃダメ、一番間違ってる。ロックさん団子ありがとうございます。バタフライエフェクトさん結婚してありがとう。
番間違ってるんだ。一番見せてはいけない配信です、私の配信は。山内さん、さくら、ありがとうございます。買ってはいるんですよ、買ってはいるんですけどね、ちょっとね、いい部分ももちろんありますよ、うん、きっとねきっとね、きっといい部分ももちろんあるはずです。ですが、にしてはいけない部分もいっぱいあります。今は一押しガチャを引いてます。せっせこせっせこ。そこ夢見とか集めてみよう。あとワンアウトで開幕戦勝利が決まります。頑張れ。ロックさん、さくら、長月さん、ソソさん、ハートありがとう、ありがとうございます。18期はサホユメミも好きですね、私。とてもサホユメミは可愛い。そう、なんかいつどのタイミングにレッスン場に行っても絶対に、よし勝ちました、絶対にさこゆめみは、あの私の前っていうか先輩の前を通るときに挨拶をしてくれるので好きだなって思います。はい、すごい単純な女なんですけど、すいません。勝ちました。一番最初にベースを踏んだのは推しです。イエーイ、おめでとう、ありがとう、万歳。推しの活躍は嬉しいですね。こういう耳はあとなんか面白い、なんか面白い存在存在がなんか可愛い、可愛い、面白い、タカさん、さくら、ありがとうございます。でもなんか面白いです。一番最初の勝利チーム、え、まだ他のとこやってんの？本当だ、まだやってんだ。イエーイ、一番最初の勝利チーム2024年。なんかパリーグでも、パリーグで点数取ったのも一番らしいです。そう、ちょっと中日の方が早かったらしい。残念ながら悔しい。
しました。バンザーイ。お風呂入やめて、今もう終わった。野球の話はもうテレビ切った、行かないで行かないで。ピョンヤン、ピョンですよ。私はこのあとあと1話、最後最終話ドラマを見るのがすごく楽しみでございます。もうお風呂にも入って、もう終わった瞬間に寝れるので。一押しガチャでハルピョン揃えた。お、やったね。でもなんかいつのハルピョンってぐらい、まず髪短いんだけどさ、このハルピョン思わない？いつ、何年前のハルピョンみたいな私の髪の長さで分かっちゃう。感想楽しみにしててね。これもうだっていつの橋本さんですかみたいな、か髪の短さですよね。全然短いもん、これぐらい、こんぐらい違う、まあ、巻いてこれぐらいだから、これぐらいかな、これぐらいの年月が経ってますこの写真、これぐらいの年月が経ってます。はい、あんまなんかまつげもたばかんないしいつの橋本さんですかっていう橋本なんですけど、すいません。でもまあいつの橋本も楽しんでください。ペリーちゃんの、ペリーちゃんの TikTok じゃないや、 AKB の TikTok。 インスタ上げなきゃ今日の。なんか昨日も本当に上げれる時間が、もう上げる時間がもう本当に夜遅すぎるぐらいの時間になっちゃって、すいませんって感じなんですけど。直吉さんハートありがとうございます。ドボコンガチャ、ドコボンガチャになってるよ。ドコボンガチャね、ドコボンガチャいいですよね。ドボコンガチャね、やってほしいよね。確かに絶対素材はいっぱいあるはずなんだけどな。てかうちらが素材提供しようかってぐらい自撮りめっちゃしたから。月さん、哲也さん、ハートありがとうございます。あ、そう、まあここで別にあんまり宣伝するあれはないかなと思うんですけれども、あのりんちゃんの卒業公演に出演させていただきます。ですがまありんちゃんの卒業公演なんで、りんちゃんのファンの方が一人でも多く来てほしいなっていう気持ちが強いので、はい、皆さんはまあね、あのオンデマさんでもきっとりんちゃんしか映らないかもしれないんですけれども、まあ VR だったらねVR だったらちょっと映れると思うんで、映れるっていうかみんなのね視点を自分で変えれると思うんで、あのぜひ VR さんでご覧ください。ぜひお家で見ていただけたらなと思います。本当に
今はなんでもうすごいですもうどんどんなんかいつのまたなんかコンサートと同じ状態です。私は今いつの何のリハをやっているんだろうみたいなこれはチームエイトの10周年のリハなのか、それとも、りんちゃんの卒業公演のリハなのか、それともゆいりさんの公演のリハなのかみたいな状態です今。はいまたそういうあれでございます。ね、今年入ってからずっと本当にそうずっとレッスンなんか毎日レッスンって感じうん、ひろひろさん桜町ありがとうございます。一条寺ひかるさん桜ありがとうございます。でも本当に毎日こうレッスンしてるんですけど、なんか本当にりんちゃんはこの10周年なんか10周年をやりたいってめっちゃりんちゃんが言ってくれたみたいで、私たちメンバーもそういう気持ちだったんですけど、そうで、しかもそのもしも10周年をチームエイトの10周年をやらないんだったらみたいな話をどっかでしてましたよね。配信かなんかで多分してたのを私がファンの方に聞いたんですけど、そう、もしかそしたらなんか自分の卒業公演をその日にやろうと思ってたみたいな話を私この間お話し会でファンの方に聞いて、そうなんだって、そうちょうど10周年の話をファンの方としてた時に、でも10周年あってよかったよねみたいな話したね。じゃあ1周年から9周年までさ公演とかコンサートとかさせてもらってさ、10周年だけないみたいなことももしかしたら起こりうる状況だったかもしれないじゃないですか。だから本当に10周年やれてよかったですうん、でもこう10年経つのも本当にあっという間で、なんか気づいたら10年みたいな感じだし、そう10年も自分やってたんだっていうのがまず驚きですね、気づいたら同期46人いた同期は6人になり、うん、今チームエイトとして活動してるのもりんちゃんとおだえりを含めて11人、この4月末にはね2人は卒業しちゃうので9人っていう一桁になっちゃうんですけれども、びっくりですよねそうなのよ、寂しい、ね、確かにもう少しあと何ヶ月かしたら同期一人はね、ぎょうちゃんはこう海外で頑張るって決めて海外に行っちゃうし、寂しいですね。長月さんハートありがとうございます。
でも確実にこのメンバー今いるチームメイト、こう 10年間やってきたメンバーが揃うのは本当にこれで最後じゃないですか。違うか、りんちゃんの卒業公演もあるのか次の日もみんな出るんですけど、まあでもこうその日はもうりんちゃんの好きな楽曲だったりとかをやるのでそう10周年だねって言って、10周年ありがとうって言えるのも、そう10年間ありがとうって言えるのも、そのメンバーとね言えるのも最後、4月3日が最後だし、うん、まあでも若い2人がまだねこう新生な2人が若いのではい、しかもレミタンもヒユカも本当にエイトのことを好きでいてくれ、入ってエイトのことをすごく好きでいてくれてるし、2人とも地元のことも大好きだからこそ、やっぱどうなっても託せますよね、めちゃめちゃ心強い2人です。さすがに2人の10周年に自分はいないと思うのでもうその時にはきっといないと思うので、2人の10周年はね、だって2029年でしょ、19年組だからもうさすがにまだ5年なのてか、だからその時はもしかしたら私はねオンデマさんで見てるかもしれないんですけど、一ファンとして、さすがにちょっとあれはしないでおくね、劇場応募はしないでおくわそう、2人の神聖な場をさすがにやめとくわ。でも本当に10周年ってすごいですよね、そう考えると。というかこう先輩方が10周年10周年っていうのを結構公演とかをやってらっしゃる時に、いやさすがに10年は無理だろうって自分の中で思ってたんですよ、10年もいないわと思ってたんですけど、気づいたら10年経っちゃってましたそれこそこう10年桜が発売、2009年発売になった時に、いやいやみたいな、アイドルで10年後なんてまだまだだよって思ってたんですけど、当時の私は気づいたら自分も10年活動してた、まあ、もちろん10年間応援してくれ、まあ、頭の片隅だとしてもね、10年前に知ってくださってる方もいれば、全然もう本当最近ここ 2,3 ヶ月で知りましたって人も絶対にいるだろうし、うん、10年経った今がいっちゃん可愛いの天才、ありがとう
頑張って可愛いを更新していきますね頑張って可愛いを更新していきたいと思います。毎日コロナ禍があったから、あーどうだろうね、コロナ禍まあ、うん、あったけど、当時そんなんて言うんだろう、公演とかもやってなかったけど、こうなんて言うんだろう、まあ、ちょっと寂しい部分はそりゃありましたが、しかし私自身が結構 SNS を SNS っていうか配信をなんですけど、ほぼほぼ配信をやっていたの で今もそういう感じなので、そんななんか、いやステージに立てない辛さはあったけどね、うん、そうね、それこそレミヒューとかはよりそうなんじゃないかな。やっぱ私たちはこう入った瞬間からめっちゃイベントとか出演させていただけていたし、まあ選ばれる子たちはこうバラエティとかにも出たりとかしてたから、こうなんだろう、そういうこう人間の成長というか、アイドルとしてすごい一番多分ファンの皆さんも見たかったりとか成長するよなみたいな、この1年みたいな時がね、なかなか活動できなかったから、それはすごい辛いだろうなっていうのは思ってましたし、うん、辛かっただろうなとは思います。やっぱなんか私たち本当にチームエイトって正直マジでこういろんな、なんだろう、活動してる場所というか場面というか、こう活動形態が違った分、こう先輩たちが思う悔しさとか先輩たちが感じるこう嬉しさとかっていうのを感じれてない部分はあるし、でも逆もそうなんですよ。先輩たちが感じれてないこの経験、いろんなね地方でイベントさせていただいて、こう自分の地元でコンサートやったりとか、そこでセンターに立ったりできるっていうのも本当に経験できてないチームなの、経験できてるチームだし、そうだからなんか。だから何ってわけではないんですけどそうだからなんかすごい難しいよね、うん、とっても難しい。でも私はチームエイトにとして入ってよかったなって思います。やっぱ研究生っていう期間ももちろん経験してみたかったとは思うけど、でも私自身はやっぱりこう、まあ多分東京とかに生まれてたら別なのかもしれないけど地元でこんなにもねこういろんなことをさせていただけて、イベントしたりとかレギュラーコーナー持ってたりとかっていうのがあったりするし、そう8として入って本当に良かったなっていうのはめっちゃ思ってます、うん、当時はなんかやっぱ入った
当時ね、こう陸浜とかですごい廊下で40何人いるとかの時は、あ、私たちはやっぱりこうなんかなんて言うんだろう、やっぱ AKB とは違うんだなみたいなっていう気持ちもあったけど、でも今は AKB っていうか8として入って本当に良かったなって思いますね。うん、はい、懐かしいですでもなんか一つのチームなのにもこん関わらずこんなにもたくさんの楽曲をいただけたりとか、こうねするとすごい、そういう曲をね踊ったりとかしてたりとか、それこそこの間ドボンライブで47の素敵な街を披露するっていうのがファンの皆さんにちょっとちらりと分かった瞬間に、なんかファンの皆さんが喜んでくださるのを、なんかそういう声を聞いたりとかすると、あ、この曲が本当に愛されてるんだなっていうのがすごい分かるので、すごくそれで愛してくださってる皆さんのことも私はすごく大好きだなって思った思いました。19期から流れてきたのかな、みんなやばいね、ごめん、19期ちゃんとかちゃんとやってますよね、配信しっかり衣装とか服とかメイクとか決め込んでやってんのに、飛ばされた先輩の配信パジャマでメガネほんとごめんなさい、ほんとすいません飛ばされ終わって飛ばされた先輩の配信パジャマでメガネってさ、ほんとごめん、ほんとに、でもまあこうなるかもしれんわかんない、もしかしたらね、まあ、ずっとこうもうしっかり決め込んで、衣装髪の毛もしっかり、もうメイクもしっかりかもしれないんですけど、あの本当に10年経つとこうなるいやならない人もいるかもしれないですよ、本当にこの19期生一番かわいい、ありがとうありがとうございます、本当にすいませんいや昨日とかはねちゃんとメイクして配信してたんですよ、バチバチでちゃんと、今日がたまたまパジャマでメガネなだけ、そう、もうお風呂も入ってお風呂上がりの完全にいつでも寝れるすっぴんモードで配信して、ほんとすいません、いやもう何日ぶりかのオフだったんです、すいません、もう何もちょっとできなくて3月入って初めての丸1日オフだったんです、本当にすいません本当にすいません、もう何もしたくなくて「ザ・プライベート」でスピコでごめんなさい、パジャマですっぴんでメガネにあやたか飲んでる女なんですけどはい、ほんとごめんなさい、すいません、いやもっとさ、いちごオレとかさ飲んでてほしいやんカルピスとかさ
リンゴジュースとかさ飲んでてほしいやん。すいません、本当に。いやジュースはありますよもちろん。選ばれたのは綾鷹でした。10年後選ばれたのは綾鷹でした。ハルピョンはデカビタじゃない。ピョンちゃんの配信初めて見た数年前も割とこんな感じだ。おい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 、初配信とかどうだったんだ。でもやっぱり学生だったじゃん当時もさ。当時その中え高校生中学生とかだった。中学生だった高校生初配信ちょっとあんま覚えてないんだけど。だからこそこうそれこそ東京の JK はメイクして学校行くかもしれないんですけど、富山の JK はメイクなんてしないんですね学校で。てかしたら高速違反でブーなので。そうだからそのために配信のためにこうじゃあこう学校朝学校行って朝学校行ってで学校授業受けて高校生してでその部活までやって帰ってご飯あ塾行って夜ご飯食べてで配信するってなったその時間にわざわざそのたった15分い45分ぐらいか45分私多分9時15分ぐらいから配信してたんで10時ぐらいまでその45分のためにメイクをしようって思わなかったんです。ごめんなさい。本当にすいません。そう当時の私は本当にすみません。やっぱ今入ってきたね研究生の子たちはさこう都会もともと都会の子が多いじゃん。そうだからねあれだけど。すいません。いいんですよ。いいんですって別に。別にいいんです。いや北海道田舎というんか北海道田舎って言うんですかあなたは。北海道は都会だよ。だって北海道ってでかいよ。そうです。富山も都会、富山駅は都会だよ。もうそっから車で10分行ったら全然もう田舎。うん。10分どころか5分とかで田舎。田舎行けます。はい。うん。車で5分行くだけで田舎行けます。安心してください。富山駅は都会です。めちゃめちゃだってスタバにスタバと東京とか福岡とか大阪とかにしかないスタバがあるんですよ富山に。なんか全国 5,6 店舗ぐらいしかないスタバがある。ティバーナっていう。そうゴンチャもあるし、あとなんだろう韓国料理屋もあるし、松木用もある。じゃスタバがあるわけじゃなくてスタバのすごい
のがあるんです。ティバーナっていう。スタバ知らないんでしょ。スタバ知った方がいいよ。スタバ知らないでしょ。富山駅は都会ですよ。とっても。あとなんだろうな。でも山も海もあるんで、はい、全部美味しい。立ち食いそば屋だってあるし。それ田舎か。あとはニトリのデコホームみたいな、なんか進化版ニトリもあります。え、てか今ニトリめっちゃ安いらしいね。めっちゃ今ニトリ今月めっちゃ安いらしい。うん、ツイッターで出回ってた。あとなんか誰かが言ってた、メンバーで。この間公演の時だったかな、え違うか、レッスンかな、分かんないけど、めっちゃ安い今、めっちゃニトリ安いんだよみたいな。今月だけだって。棚欲しいから、え私も棚欲しいんですけど、ニトリ私のために行ってください。うん、ありがとう言ってくれて。私のためにニトリ行ってくれてありがとう。何が欲しいかな今。今一番欲しいものは、本当にふざけずにね。ふざけずに今一番欲しいものは、家とか車はちょっとふざけてるわけじゃないけど、ふざけてるじゃん。ふざけずに。家と車は今じゃなくてもいい、今後。仕事関係以外で、でもマジでなんか自分を考える時間が欲しいかも。でもそうやって言うとララポート豊洲に行っちゃうから良くないんですけど、行ったことないけど、ララポート豊洲なんて行ったことないんですけど、ララポート豊洲に行くみたいなことになっちゃうんで良くないとは思うんですけど、ゆきりんさんのね。そう、でもまあそう、なんて言うんだろう、こう本当に今自分がやりたいことって何なんだろうというか、将来的に自分がこうなんか何もない状態でみたいな、何もなんか分かんない状態でずっと生きてるこの何年間を過ごしたくないなって思って、だからこそいろんなことをやる時間が欲しいですね。見つめ直す時間っていうか、自分が今後何をやっていきたいんだろうっていうのを考える時間が欲しいかも。で考えた上でアイドルが好きって、アイドルになる、アイドルでいようってなるんだったら、全然それでそれでそれはそれでね、大事な決断だし。
大事だと思うんですけど、こうね、これは CD を買うお金が欲しい。あ、じゃあスタバ行っちゃダメですね。スタバ知らない方がいいかも。てか今スタバって新作何やってんの？全然知らないや。そういえば私、最近のスタバ多分、おお来たー、これ飲みたいってなってないから、あんま知らないんだろうなと思うんですけど。あ、桜、まだ桜、あ違うわ、あミルクコーヒー、あー飲みたいってならないかもしれない。うん、別にミルクコーヒー、コーヒー苦手だし。え、待って、やばい、あと私2ヶ月で77スター貯めなきゃ。スタバ行かなきゃ。急に行かなきゃ。そう、星を貯めるとゴールド会員になれるんですよ。でゴールド会員になったらいいことが起きる。ゴンチャのおすすめメニューは、あー一番おすすめはあれです。こちょっと待って、調べる、ちゃんと。でもこのさ、いちご杏仁めっちゃ美味しいらしい。でも私はゴンチャはタピオカが好きだから飲まないけど、一番おすすめは黒糖ミルクですね。私黒糖ミルクにタピオカトッピングなんですけど、よく飲むのは黒糖ブラックミルクティー、砂糖多め氷少なめタピオカトッピング、よく飲みます。そっちの方が多分安いんだよね。違ったかな。違ったらごめんね。違ったらごめんね。だけど多分そっちの方が安いんですよね。そう、黒糖ミルクの方が気持ち高いんです。そうそうそう、だからです。でもこのカード、スタンプカードがたまった時とかになんか交換してくれるんですけど、スタンプカードたまったらワンドリンク交換みたいなのがあるんですけど、そういう時に私は黒糖ミルクを飲みます。でも黒糖ミルクの時は砂糖普通です。そう、でも人によると思う。なんか私はティーがあんまり飲めないから、そうブラックティーみたいな紅茶が飲めないから、だからあの砂糖を多めにしてるんですけど、多分ティー飲める人は全然砂糖多くなくても美味しいと思います。普通、砂糖普通で美味しいと思う。私はティーが飲めないから砂糖にしてます。砂糖多め、うん、これくらいにしたら髪の毛かわいい。これくらいもかわいい。まあ伸ばすけど、伸ばすっていうか切らないけどって感じ。だって絶対大人になってからこんなに髪の毛伸ばすことってないじゃん。今も大人だよって言われたらあれなんですけど、もっともっと大人になってからこんなに髪の毛伸ばすことってないと思うんですよ。あれイスワンと全さん、ハートありがとうございます。そうだから、もし私が髪を切った姿を見たいのであれば、まあいつか
もう何年後なのか何日後なのか何日後なのか何年後なのか分かりませんが、その時もしもこのね活動を卒業した後も好きでいてくれると、私が髪を切った姿も見れるんじゃないかなと思いますけれども、それがいつになるかは本当に私も分かりません。だからそれを考える時間が欲しいなっていう感じで、本当にそのなんていうの、自分を見つめる時間が欲しいっていうさっきの回答ですね、うん、自分を見つめる時間っていうか外界と触れる時間、この今私がいるこの自分の中のこのなんて言うんだろう、決まっている空間ってあるじゃないですか、大体みんなそれとは別のもっと広い世界を見たいなって、いやだったら海外行けよって言われたかもしれない、じゃそういうことじゃなくて、それも同じじゃん48っていう、同じじゃないですか、そうじゃなくてもっと違ういろんな世界、人って本当に何をしているんだろうみんなみたいなどういうところで、なんかこれって多分小学生とかのねあれだと思うんですけど、小学生とかで考えなきゃいけない話だと思うんですけど、どういうところで人って働いてるんだろうみたいな、どういうところでどういう人が働いてるからこの世界が成り立っているんだろうみたいなのを知りたい。そう。そう。あ、キッザニアに行けばいいのか。なるほど。その手があったか。キッザニアって子供同伴であれば大人も入れます？何歳以上ですかちなみにそれって親子じゃなくてもいけますやばい、ララポート豊洲にあるやばいやばいやばい、ララポート豊洲に導かれてる私の友達がこうベビタンをね産んだじゃないですか、だからその友達と友達の旦那さんが全然一緒にあのおデートとかされて、じゃあララポート豊洲でおデートとかされて、私はその子とキッザニアで遊ぶっていうそう、どうですかね、それって何歳からいけるんですかっていう話です。だからそう、別に自分の子じゃないくてもいけます、やばいですかそれはそれで、でもその子供が嫌って言わなきゃいいんですもんね、その子が私に懐くように今からめっちゃ遊びますどうですか、ダメなのかな、そういうのも分かんない。そう、子守係やっぱさ、こうね、こう子供がね生まれるとどうしてもやっぱ夫婦二人の時間ってきっとなくなるじゃないですか、それを私が作る、でそのベビタンもキッザニアに行けてハッピー、私も外界を、キッザニアに行って外界知るってなんだ、まあ大人がどういうところで働いてるのかっていうのを知れてハッピーで、その夫婦も2人で、まあ普段はねこう3人家族で一緒にいろんなところに行ってるけど、たまには夫婦の時間もねっていうことで2人でおデートできてハッピー、え、ほらどうとてもいい案だと思うんですけれども、もうだって誰も嫌じゃなくない、
強いて言うなら、そこにそのキッザニアに私以外のファンの方がいた場合、私のファンじゃない方がいた場合、おっと橋本春菜子連れいつの間にってなるってだけであってそう、それぐらいじゃない、うんそれぐらいじゃない、ハッピーじゃない瞬間って。でも別に私は、私のファンの方だったら別に私はこうやってバクタンベビタンバクタン友達いましみたいななんで私が赤ちゃん言葉になってんの今、いましゅいますよって話してるから、別に私のファンの方であればいいし、ただそれをこう勝手に写真撮られて、勝手に SNS とかに載せられて、橋本春菜隠し子発見みたいなので SNS に載ってしまうと、私の友達の子供なので肖像権というものがありますよっていう裁判沙汰ですね、はい、そうなるとそうなると裁判沙汰ですね。3歳から15歳、おっと3年後か3年後か、4月に妹とキッザニアに行き、あ、ちょっと連れてってもらって、あの後でお金は出すんで後でお金は出すんで連れてってもらってもいいですか。どない、てかそっか、15歳の子を一緒に連れてけばいいのか。え、ゆいち一緒に行ったらセーフ、ゆいちギリセーフ、白鳥ちゃん、あれ白鳥ちゃんだよね今、最年少白鳥サリちゃん、まだあんまり5人だから早く覚えなきゃとは思ってるんですけど、おやばくない、白鳥ちゃんにさ一緒にキッザニア行かない、やばくない、大丈夫そう大丈夫そう、そんな先輩、大丈夫そう、ビビるよね、えみたいな、えこの先輩やばみたいななるって、やばい、コズメケンマくんが時間教えてくれてる、ありがとう、確かにやってみっちゃでさ、なんかさそういう体験系とかじゃな、もうさもうあれだけどさ、こうなんかそれこそ重機動かしてみっちゃとかやってみればいいのに、えどう KNB さん、私の職場体験、私の将来を考えようっていう体験どう KNB さん、どう、私の毎月毎月いろんな企画をして私の将来を考える企画やばすぎる、おもろいって。関西公園のスタバで働いてほしい。でもあそこさ人来るときめっちゃ人来るからさ、
然そう。普通に仕事してたら寺の雑巾がけとか絶対にしない。確かにそりゃそう。フラメンコバーフレアフレアバーテンダーもやったし、そうね、いろんなことやらせていただいてますね、本当に。真っ先に出てきたのが重機、あ、なんかめっちゃ重機ってあったから。めっちゃ重機ってあったから。そう、バスケ、え、バスケとかいいじゃん。グラウジーズのさ選手とかとさ、どう？ハルピンはなんで高学歴を公表しないの？え、低学歴だから。え、これ私今日めっちゃ思ったことあるんですけど、突然言っていいですか？あの、大学行ってましたって言ったら、え、大学どこだったんですかっていうのやめません？この世の中。いい大学、東大とかだったら自分で言いますって。東京大学行ってて言いますって。はい。え、やめません？聞くのやめません？大学行ってました以上でよくないですか？なんかね、その普通に、じゃあ全然なんていうんですか、こう SNS とかじゃなくて、めちゃめちゃ普通にこうなんかお仕事の現場とかで、ああそうなんですよみたいな、大学行っててみたいな話をしてたら、え、どこだったんですか、いやもう底辺なんで聞かないでもらっていいですかって気持ち。そう、本当に話広がらないですって。アイドルとしての話してた方が広がるって。私は以上。やめてほしい。以上。以上でした。そんな学、大学どこでしたみたいな、大学うんちゃらかんちゃらみたいな、私本当にあの片手間だったんで、片手間だったんで、もうアイドル、そう、もう大学とかの方よりも、なんか高校は割とこう学業を専念させていただいてた部分が多いんですけど、もう大学は割と片手間だったんで、もうとりあえずもう単位取って卒業しればいいやみたいな。そう、中学の時までは、いや私は大学に行きたいから高校行きますみたいな、高校生の時も私は大学に行きたいんですみたいな感じだったんですけど、もうなんか大学に、そう、片手間なんで
もう本当に申し訳ないんですけど、あの話掘っても出てこないです、何も。なんで掘らないでください、これを見ているお偉い関係者の方々。よろしくお願いします。いい大学だったら言うんで。こっちから言うんで。でも言いたかったよ、東大。ハーバードですいません。やばすぎ。マサチューセッツだっけ、ごめん忘れてるもん。もうすぐ配信終わります。メール書いてます、すいません。いやだ、ごめん、ドラマ見たい。最終回だけ、あとドラマ見たい、もう終わっちゃう。ともゆきさん、桜長月さん、ハートありがとうございます。何のやつ、ウィバースで言ってるよん。明日は夜遅いので、夜遅い、始まるのも遅いし終わるのも遅いので、多分その前に配信をしたいんですけど、そう、せっかく1800日なんですよね。本当に難しいです、今気持ちがとっても。どうしよう、っていう感じかな、マジで。お祝いはしてほしい、みんなに。何時かもちょっと言えないんだよね、だから何時にしようかなみたいな感じ。夜、いやできると思うんだけどな、きっと。さすがに押さないっしょとは思うんですけど、
1800日だから18時から配信。いやちょっと厳しいかも18時は厳しいな。逆に先にレッスン場についておくなら18時台ならできるのかな。ちょっと明日の私の気持ちにもよるかも。うん、ごめんちょっと明日の私の気持ちにもよるかも。昼やっても夜やってもうん1800日になる。大丈夫ですそれは。あ、やっぱ研究生はちゃんとあれなんだ、衣装でやってんだ配信。今日リレー配信衣装でやってたんだ。みんな同じ背景だ。さすがにそうか、メイクバッチリ、メイクバッチリ、衣装バッチリ、さすがにそうかさすがにそうですよね。パジャマすっぴん違いますって。ごめん、てつやさんハートありがとうございます。ということで配信終わります。ちなみに今日やった謎解きは、あ、もうあっち閉まっちゃったファンの方にいただいたやつです。で今日めっちゃ迷ったのこれをやるか。そうでもなんかこれやっちゃったらもう解けないんだと思って。そうなの、わかる？この気持ち。一回やっちゃったらもう解けないくなっちゃうんだと思って、なんかちょっとできなかったえ、わかります？なんかさ、大切なものは傷をつけたくないみたいな気持ち。そう、なんかやったらもう解けなくなっちゃうんだみたいな気持ちになってできなくて、なんかそう、なんかずっとワクワクしてるだけそうなの。でもいつかは解きたいので、うん、どんな感じなのか。今日もファンの皆さんからいただいたプレゼントをこう色飾ったりとかしてたんですけど、楽しかった、あーみたいな、へーみたいな、ちょっとボクトさんどこに飾ろうかなみたいな、うん、気持ち、ツッキーは真ん中みたいな、そう、そういう楽しい気持ちになりました。だからちょっとこれめっちゃ解きたいけどまだ解けないんで頑張る。家中映す配信してほしい。絶対無理絶対に無理。でもあそこなら映せます。ファンの方にいただいたものだったりとか、この間のドボンのあの綺麗にしてやるぞ綺麗にして、いや他も綺麗ですよ、めちゃめちゃ他も綺麗なんですけど、ちょっとあそこ無理。チョコラ BB ハイパーとか置いてあるからちょっとあそこ無理昨日もらったチョコラ BB ハイパーリュックの中から出してそのまま置いてあるちょっとだからあそこは無理です。野球コーナーはあそこにあります。いろんなところにいろんな好きなあれが散りばまってます、はい、明日そうだからとりあえず、あそこは謎解き系とか、ここは髪の毛、部屋、ヘアスプレーとかヘアオイルとかヘア系、アクセとか系とか、ね、
でも意外と綺麗にしてる方だと思いますけどね、私こう見えてちょっと雑だけどちょっと雑だけど意外と綺麗だと思いますけど、20畳ぐらい欲しいですね。20畳ってどんぐらい？わかんないや。髪の毛トゥルトゥルだから、本当にヘアケアはマジで、私は髪が細い猫っ毛と呼ばれる髪細い人間なので、基本的にはなるべく保湿はしたいんですけど、しすぎるとこうなんかベトベト感がちょっと嫌なんですよね。そう、まあでも基本私がやってるのは、なんだろう、ドライヤーはいいの使ってます。ちょっと高めのいいやつ使ってて、でもアイロンね変えたいなって思ってるんですよね、そろそろ。あとはシャンプーはアンドハニーを今使ってるんですけど、もうそろそろアンドハニーがなくなる予定で、この間9点で買ったドロアスを次は使う予定です。あとはドライヤーする前はスプレーみたいな、髪の毛スプレーみたいなシュッシュってかけて、でドライヤーして終わった後にヘアミルクとヘアオイルを混ぜて、こうすごい少量ね、なんかあんまりつけすぎるとちょっとベトリするから少量つけるぐらい。アンドハニーは私めっちゃ好きですね。でも髪質によると思います。なんか割と私は細猫毛だから、そうおすすめ、細猫毛さんにはおすすめです。ただしっとり目とか、こうなんだろう、パサつきが強めの人はいいと思うんですけど、もともと割としっとりめなんだよねみたいな人は結構アンドハニーを使うとドゥンってなっちゃうんで、そう合う合わないはめっちゃあると思います、アンドハニー。だからアンドハニーは大量買いあんまりおすすめしないです。一気に大量買いはおすすめしないかな。オイルとミルクはマジで少量ずつをこうやってめっちゃ混ぜてこうやってつけてる。でもそれがいいのかはあんま分かってないあんま分かってないけど、とりあえずつけてるって感じ。あとでもやってることなんだろう、マジで。あ、トリートメントは多いです。多分トリートメントっていうか、ヘアコン、そのお家でのトリートメント、美容室とかじゃなくてお家でつけるトリートメントの量は基本多くしてるのと、あとこれ絶対やってるのは、シャンプーして終わって流すじゃないですか。でトリートメントつけた後に、あの櫛で溶きます。目が粗めの、そう私はファンの方にいただいた櫛を使ってるんですけど、なんかめっちゃ、もうめっちゃ昔にもらった、5年ぐらい前にもらった櫛を使ってるんですけど、そう櫛で溶いて、でそれを一回、髪の毛長いから髪の毛をこうまとめて、で体洗ったりとか顔洗ったりとかして、でそれはまだトリートメント洗い流さない状態で顔と体洗ったりとかして、で最後に流すって感じ。だからそのなんだろう、髪の毛に、お風呂の中で髪の毛にトリートメントをつけておく時間を なるべく長くさせておきます。橋本さんは時間のバナナちゃんハートありがとうございます。はいですかね。だからでもそれはずっとやってるかな、そのお風呂の中でなるべく長く髪の毛をにトリートメントをつけておくっていうのはずっとやってると思いますね、基本的には。
一番真似しやすいんじゃない、シャンプーとかより。ちょっと長めに髪の毛にトリートメントの時間長くしとくが一番真似しやすいと思うんで、ぜひそこから真似してみてください、ぐらい。いや私本当にそれぐらいしかやってない、それぐらいしかやってないって言っても結構やってるかもしれないんだけど、でも一回やったら本当に全然、そう、それが習慣化しちゃったらもう全然楽ちんなもんなんで、そう最初はねこう来たら、いっぱいやんってなるかもしれないけど、メール来た、よかった、全然人よりは本気でなんか気使ってる人とかよりはなんか高いトリートメント使ってますとかじゃないです。全然ドライヤーだけいいやつ、気持ちいいやつ、気持ちってか全然いいやつドライヤーぐらいかな。あとはよく髪の毛の匂いを嗅ぎます。はい、これは効果あるか分かんないけどよくやってます私がよくやってること。あと絶対にしてほしいのがこれ、多分そのさっき言ったつけ置きとかより一番楽、ドライヤー、髪の毛を温風当てた後に一番最後に冷風を上から当てる、これ一番おすすめってかやった方がいい、これですね、これ一番楽だし、多分やってる方もねもしかしたら多いかもしれないんですけど、これが一番キューティクルが、その温風を当てた状態だとキューティクルがファシャーってなってる状態なので、はい、そのキューティクルを締めてあげるっていう意味で冷風を当ててあげるのは絶対に大事です。やってみてください皆さん。これはねよく聞きますよね、大事。以上、寝ようじゃない、ドラマ見よう結局めっちゃ時間やってたわ。やめますって言ってから30分ぐらいやってた。やばい、インスタも上げなきゃいけないのに。ということだ、ドライヤー持ってない、ドライヤー買うところから始めようか、頑張れ。次更新されたらランキング読みますね。その間にインスタの写真を選んでます。更新されたら教えてください。ヘアアイロンいいのに変えたい、私も。え、なんかピョンムービーゆいりさんにいいねされたんだけど、ゆいりさん公演早く出たいなって、昨日のピョンムービー。え、今この瞬間ゆいりさんは私のこと考えてたってことでいいですよね。え、ハルピョン早く出てほしいなって思ってくれてたってことでいいですよね。え、そういうことですよね。え、それだけでご飯50杯はいける、ダイエット中だけど。そうやって沼らせるんだ人を。え、そういうことですよね。でも今この瞬間、このピョンムービーにいいねした瞬間、ゆいりさんは絶対に私のことを一瞬でも考えてたってことですよね。ハルピョン早く一緒に出ようねっていうことですよね。要するに
絶対的にそういうことっていうことでいいですよね。嬉しい。嬉しい。嬉しい。更新された。やめて。今嬉しい気持ち、私嬉しいの。あ、しまった。ニコニコしちゃう。本人に聞いたら違うけどって言われ、絶対言う。絶対言う。ツンデレだから。でもいい、ありがとうございます。一緒に出たいって一瞬でも、その瞬間一瞬でも思ってくれたならもうそれでいい。ありがとう、嬉しい。同じポジションかもしれないけど、でもそうなったら絶対に頑張って覚えますよね。私死んでも2ポジ目覚えると思う。なんなら多分ゆりさんがその配置にした時点で、えゆりさんに相談っていうか、えゆりさんと私一緒に出れないじゃないですかって絶対言うと思います。絶対言うと思う。はい、ランキング読みます。1位直吉さん、ありがとうございます。2位としさん、ありがとうございます。3位たけにいさん、ありがとうございます。4位鉄道ネイターと4月3日と おめでとうございます。5位たかまがおぴょんず周年公演当たりました、楽しみ。10周年、なんか10周年多くない、当たってんの。6位ギャローさん、ありがとうございます。7位かおりさん、ありがとうございます。8位長月さん、ありがとうございます。9位ゆばじゅんあっと、開幕戦勝利、横浜優勝、ホークス優勝、ありがとうございます。11位哲也たるぴょん大大大好きさん、ありがとうございます。11位一条寺ひかるさん、ありがとうございます。12位ベベモンさん、ありがとうございます。13位ともゆきさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。え、嬉しい。ゆりさんが私のことを一瞬でも考えた瞬間、ありがとうございました。ということで、え、すごい、ゆりさんがいいねした瞬間になんかめっちゃリポストされてんだけど、うちの、嬉しい、好き。だってゆりさんのさ写真なんて一個も使ってないんですよ私。ゆりさんと公園出たい、ゆりさんの公園出たいなってピョンムービーでただ喋ってるだけなのに。好き。あれはすいません、ありがとうございます。終わります、配信。ということで皆さんありがとうございました。また明日の配信ちょっとマジで分かんない、どうしよう。1800日、多分悩んで悩んで悩み抜くと思います、この後もずっと。ということで、ゆりさん気づいてくれて嬉しい。すっぴんメガネ風呂上がりでニヤニヤするの受けるね。やめて、その字面ちょっとつらい。ということで、この後私はドラマの最終回を見て、っていう気持ちにきっとなるんだと思うんですけど、っていう気持ちになる前に一旦まずはピョンスタグラム、インスタを上げたいと思います。頑張ります。それでは最後に曲中レーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにピョンピョン飛び跳ねるのは
はるありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで13,322盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃって、ヤマキアルピオンことアジオタルナでした。それではおやすみなさい。ごめん結局なんかめっちゃ長い時間配信したわ。バイバーイ。明日は短いです。おやすみ。